子どもの目線で家を作ったらみんなに優しい家になりました。キッズデザイン賞5年連続受賞。アイフルホーム、モデルハウスは相鉄線泉中央駅すぐ。時刻は4時35分に今なったところです。ラジオの絆第4土曜日11月、今日は23日。お待たせいたしました、アイフルホーム家づくりドラマシアターの時間です。ここからは子供に優しいはみんなに優しい、アイフルホーム横浜西店の提供でお送りします。家づくりのラジオドラマと、そしてお客様からの喜びの手紙、太鼓判をもとにお届けするコーナー。今日も後ほどお話を伺いますが、劇団トッツ脚本を書いてくれた渡辺智子さん、スタジオでスタンバイしてくれています。さあ今日はアイフル営業マン物語、アイフル営業マン物語ということでね、先月に引き続きまして、また素晴らしいドラマ、皆さんぜひ楽しみに聞いてください。今日の営業マン物語、棟梁に育てられた営業マンのお話です。おい、誰か上まで電動棒持ってきてくれ。小出さん、これでいいですか。おう、いいしか。ずいぶんいろいろ覚えてきたな。現場監督の仕事は慣れたか。はい、いつも棟梁が教えてくれるんで、ちょっとずつね。家一軒建つのにこんないろんな職人が関わってるなんて知らなかったろ。はい。僕石川は今は絆ホーム戸塚店で営業をしているが、入社した頃には現場監督の仕事をしていた。現場監督は大工さんをはじめとする職人さんのスケジュールを管理し、建築材料を発注したり現場をチェックするのが主な仕事だ。最初は建築のことを何も知らなかった僕を大工の棟梁の小出さんが大事に育ててくれたと言っても過言ではない。石川さん、3番に山本設備さんからお電話です。お電話変わりました、石川です。あ、そうですか。図面では、はいはいはい、わかりました。では大至急確認してご連絡いたします。失礼します。社長は外出中か。電話して相談しよう。新米現場監督の僕にできることは、とにかく電話に出て話を聞いて誠実に対応することだった。でもそんな小さなコミュニケーションの積み重ねが自然に知識をつけてくれ、職人さんたちとの間に信頼関係を築いてくれたのだ。しかし時には失敗もあった。石川さん、さっき岡山のレンガ屋さんから電話があって、発注したレンガの納期の件、1週間後になりますって。まずいよ、引き渡しに間に合わないよ。もっと早く来ないかな。あ、そうだ、あそこに頼んでみよう。もしもーし、はい、至急届けてもらいたいものがあるんですけど。また社長にお目玉くらったんだって。いや、あの例の岡山のレンガが間に合わなくなりそうだったんで、ちょっとだけ送料の高いところに頼んじゃったんです。ってったって、レンガ30個ばかしだろ。いくらかかったの。9万。9万？そ
りゃ高すぎだろ。怒られたろ。はい。はいって、あんたほんとへこたれない人だね。へこたれなさは天下一品だって言われてんだって。少しはへこみますよ。でも考えてるだけじゃしょうがないんで、とにかく行動に移すしかないと思って。そうかい、まあいいや。なあ、いい現場監督っていうのはどういうのか知ってるか。え、現場監督がいなくても家が建つ現場監督、これだよ。はい、現場監督がいなくても家が建つ。ん、どういうことかな。こんな風にいつも考えるより行動の僕だったが、ある時社長から突然営業の仕事をしなさいとの命令が下った。この会社に入社して現場監督一筋の僕が今度は営業。果たして僕に家なんか売れるのか。とにかく正直不安でいっぱいだった。そんな気持ちでスタートした住宅営業マンとしての仕事。でも徐々にお客様と接する中で気づいたのは、僕が現場にいた経験が大きく生きていることだった。台所は思ったよりも広いけど、流しの釣り戸棚は結構下の方まで来るのね。ああ、ちょっと測ってみましょう。この辺りまで来ますね。圧迫感がありますか。そうね。変更もできるので収納スペース全体を含めて見直してみますか。え、よろしくお願いします。奥さん、石川さん現場監督もしてたんで、細かいとこまでよく気がつくでしょ。ほんと頼りになるわ。僕が絆ホームで一番自慢できること、それは目の前で汗を流して働いている職人さんたちだ。彼らが作り出す家の品質の良さ、つまり僕は家作りの現場が大好きなのだ。その後僕は学校に通わせてもらい、建築士の資格を取り、今では店長となり、営業の仕事に忙しく動いている毎日だ。小出さん、棟梁。おお、イッシーか。これから現場か。はい。営業頑張ってるか。どんどん契約していっぱい仕事を回してくれよな。現場は俺たちに任しときな。はい、頑張ってます。よろしくお願いしますよ。イッシーの携帯、またお客様の電話番号いっぱい減ってんだろうな。監督の時は全部の職人の番号入ってたんだろ。すげえなと思ってたよ。イッシーに聞けば誰の番号もわかるってみんな言ってたしな。そうですか。そのおかげで職人同士の連携ができるな。俺が前に言ってた現場監督がいなくても家が建つ現場監督ってな、そういうことだな。 いえ、棟梁が全て教えてくださったんです。感謝してます。あ、この名刺新しく作ったやつなんです。最初の1枚もらってくれますか。2級建築士、住宅販売士、店長、石川雅史。かっこいいな。お家の新築改築の際はぜひご相談ください。おお、わかった。あ、今度モデルハウスが。さあ皆様、いかがだったでしょうか。営業マン物語、この脚本を書いてくれました劇団トッツの渡辺智子さんです。智子さん、こんにちは。こんにちは。今日は金槌の音から入りましたね。はい、すごくね、賑やかで活気がある現場だと思うんですけど、はい、はい、さあ今日のドラマのことを解説してください。はい、今日も営業マン物語
でしたが、今日はイッシーこと石川というね営業マンが主人公でした。彼は大工の棟梁に建築のことを一から教えてもらって、最初は現場監督、そして営業職となり、その後建築士の資格も取って店長となったんです。すごいでしょ。イッシーイッシーねはい、はい、それでは劇団トッツから声の出演です。石川、ユッキー、棟梁、関根日暮らし、お客様、タクノサキコ、ジム、渡辺智子でした。イッシーはユッキーだったのよね。そうなんです。うわー、いいな、あの最初の名刺を棟梁に渡す時のあの雰囲気、嬉しかったでしょうね。イッシー、なんかやっぱり最初の名刺って意味がありますよね、うん、1枚目を渡すってね。また棟梁の関根日暮らしさん、はい、いい味出してました。あのこの舌の絡まるっていうか、職人さんです。職人さんのね、はい、ユッキー日暮らしさんの素晴らしいコンビだったということですよね、はい、さあポイントをお願いします。はい、今回は失敗にくよくよしない石川と、そんな彼を温かく見守る棟梁の交流を描きました。私は思うんですが、仕事場での良い出会いっていうのはその時だけじゃなくてお互いの人生に影響を与えると思うんですよ、うん、で石川は棟梁に育ててもらって、うん、棟梁もきっとその頑張っている石川の姿から元気をもらってると思うんです。そんな出会いを私自身もこの後の人生まだまだ大事にしていきたいなと思っています。弥生さんとの出会いももちろんその一つでした。キャー私もです、こうやってあとどれだけのね出会いがあるのかなって思いながらワクワクしたりね、ドキドキしたりということで、もっともっといい出会いがきっと ねお互いにまだまだあるわけですよ。弥生棟梁おーっすこういう感じでいいんですか。はい、まあそうでしたか。智子さん、私はねアイフォルームホーム横浜西店さんの現場、はい、つまりお家を建ててるところにお邪魔させていただいたことがあるわけですよ。はい、棟梁のような皆様、棟梁さんのような方、うん、あの方が多分棟梁だなと思われる方、うん、そしてたくさんのいろいろな職人さん、うん、その職人さんがみんなで力を寄せ合わないとできないわけですからね、うん、そしてさらにまだ完成していない家の扉の内側にはそのお家の持ち主さんのどんな思いでこの家を建てたいかという思いがですね、うん、メッセージとして書かれてあるんです、写真とともに。それを見ながらきっと皆さん棟梁も含めてね頑張ってらっしゃるんだなって思って感動しました。なるほど、うんうん、さあ今日の営業マン物語、皆さんには石井と棟梁どんな風にね映ったでしょうかね。この後もまあさらに営業マン物語続いていくということになるんでしょうか、智子さん。はい、もう次のことも考えています。まあ楽しみですね、さまざまな営業マンがねまた登場するこのラジオドラマ、お楽しみにお待ちください。さあ智子さんも一緒にここに行っていただきながらですね、今日は太鼓判またご紹介していこうと思っています。お客様の喜びの声の太鼓判なんですけれどもね、今日は泉区の中島さんの太鼓判なんですよ。でね、ともこさん、この太鼓判には似顔絵とね、うん、そしてねお墨付きだぜいっていうねセリフも書かれてある吹き出しが書いてあるんですよ。はい、中島さんの太鼓判です。我が家は完全分離型二世帯を望んでいました。太字でここが書いてあります。店長の滝沢さんには契約前から何度も相談に乗っていただき、設計の鈴木さんは機能的でセンスの良い提案をしてくださいました。現場監督の高野さんはより良いアイデアで正確な完成へと導いてくださいました。途中難題もありましたが、いつも皆さんが前向きに対応してくださり心強かったです。私たちも同居の両親も大変満足しています。アイフルホームの皆様ありがとうございましたとね、ありがとうございましたも、もう色鉛筆でさまざまな色のグラデーションで本当に嬉しかった、その思いがこの太鼓判に込められています。泉区の中島さんからの
太鼓判でした。と太鼓判をいただいたわけですけれどもね、智子さん、はい、これからもどうぞよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。はい、12月はやはり第4土曜日、12月は28日も迫っていますけれどもね、はい、またラジオドラマ皆様お楽しみにお待ちください、はい、さあ心が届いたら嬉しい、心が動いたらもっと嬉しい、このコーナーは子供に優しいはみんなに優しいアイフルホーム横浜西店の提供でお送りしました。アイフルホーム太鼓判で検索してください。子供の目線で家を作ったらみんなに優しい家になりました。キッズデザイン賞5年連続受賞アイフルホーム。モデルハウスは相鉄線泉中央駅すぐ。